六条通り、カラスマ2との交差点付近から東方面を望む二車線六条通りは京都市の東西の通りの一つ。東は河原町通りから西は堀川通まで山桃通りや的場通の南で花屋町通りの北にある平安系の六条王子にあたる。同様に条数を名前に持ち平安系の王子に由来する三条通、四条通り、 5条2、7条通りが幹線道路になっているのに対し、現在の6条通りは生活道路である。河原町通りとカラスマ2の間の新6条2では2車線あるものの、カラスマ2から西、堀川2までは自動車は愚かげん付きバイクの利号さえ混乱をきたすほど細くなっている。また、東動員通りから富野工事通りの間は北側に 旧六条通りがあり、カラスマ通伊勢と同様に細い通りとなっている。新町通から油の工事通りまでは小規模な商店街となっている。これは、東西の通りを覚える歌に歌われる魚の棚通りの名残であり、西木工事通と同様に王子の店が立ち並んだ道幅を継承しているからである。西本願寺の門房会館、駐車場を挟んで、西の延長場。 大宮2から先棒城2までにある通りは、単白地通りとなっている。また、さらにその西の延長上、平安系の右京にあたる、午前2から西の区間の区間には新城南宮寺がある。正確には、新城南宮寺は6条、王子水定地よりやや北側にある。ありがとうございます。